50の型は全部で12ありまして、まあ、あの基本型が1つ3チンですね。それから回収型が激彩1からスーパーリンペアまで等ありますね。それから最後に兵種型天将となりまして、で精一杯は後ろから3番目に位置しますんで、かなり高度な技術をいると。まあ、特徴としましてはやっぱりこの、まあ、空手の本質である突き蹴りとかですね、プラス関節技とか多いんですよ、当て身とかですね、そういうのが入ってるのが特徴だと思います。それでやっぱ四五段ぐらいからじゃないとなかなか習得は難しいということです。